いやー、ここなんかいろいろ公園とか遊べそうなとこありますね。自然綺麗ですね。綺麗ですね。まだもみじとかがありますね、そこに。めっちゃ緑じゃないですか。こういう場所、ここ来たことありますか？1年生の時の遠足であります、ね。あ、遠足ですか。はい。井岡さんは僕も遠足でここ来て。そうなんですか。はい。かくれんぼとかいっぱいしましたね。この女の人の像、誰かわかります？おお、素晴らしい。この女性の方、誰だかわかりますか？ちょっと、あくり姫っていう方ですね。ここに書いてありますね。三好でゆかりのある人物ですね。もう木が見渡す限り高いですね、ここは。もうまさに緑がいっぱいって感じで。ここの庭園すごいですね。緑がいっぱいあって、ちょうどみたいな、もう住んでる方じゃない気がする。ですね。落ち着きますか？落ち着きますね。もう木が見渡す限り高いですね、ここは。もうまさに緑がいっぱいって感じで。そろそろ頂上が近づいてきました。絶景がもうすぐ見えますね。絶景がそろそろ待ってます。いや、なんかここの道すごい綺麗ですね。いいですね、塗装されてて。はい。なんか犬とかもここで散歩できたりとかでしたら、なんかいいと思いますね。犬のいい運動になりますね。はい。あとベビーカーとかもここ走れそうですね。ですね。揺れずに。はい。ここだったらどんな方でもこう楽しめるような、気軽に来れるような、そんな場所だと思います。展望台来ました。来ましたね。楽しいですね。楽しいです。どんな景色が広がってるんですかね。いや、三好が一望できるんじゃないですか。はい。三好って綺麗ですからね。綺麗ですね。もう見下ろす限り、もう三好の街が、鳥になっちゃったし、面白い。手前左にちょっと駅前の近くの新しいホテルできたんですね。そうなんですか。はい。これでもし三好に来たいっていう方おったら、警備線で三好に来て、ここのホテルに泊まって三好満喫できると思います。いいですね。はい。